コア i3-1100F、コア i9-1900K、勝負。皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は前回購入した、インテルコア i3-1100F のゲーム性能を、こちらのインテルコア i9-1900K と比較をしていこうかなと思います。いやいくら1万円台でコスパが良かった CPU とはいえ、最上位 CPU の i9 に立ち打ちできるの。そこら辺がどのくらいの差があるのか、今回やっていこうということです。まあ確かにどのくらい差があるのか気になるところではあるわね。ということで今回はこちらの2つの CPU を使って、早速検証をしていきたいと思います。もし i3-1100F が奮闘してたら、評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それでは検証前に CPU のスペックのおさらいです。どちらもインテル第12世代 CPU となるのですが、大きく違うのはもちろんコア数とスレッド数ですね。i3 は4コア8スレッドに対して、i9 は16コア24スレッドとなります。またその分クロックもだいぶ違いますが、この辺で差が出るか、はたまた、キャッシュの差もあるので、ここら辺がどう結果に出てくるか楽しみですね。では続いて検証機のご紹介です。今回検証するためのパーツのご紹介です。マザーボードは MSIMPGZ690H Wi-Fi DDR4。メモリはコルセアベンジェンス RGB プロ 16GB×23200MHz。グラフィックボードは MSI GeForce RTX 3070Ti Ventus 3X 8GB OC。ストレージはサムスン NVMe M.2 SSD 1TB。簡易水冷はディープクールキャッスル 360EX ARGB ホワイト。電源はアンテックネオエコ 850W 80 プラスゴールド。ケースは長尾製作所オープンフレーム。CPU グリスは SMZ1R を使用していきます。今回 CPU 以外は全く同じものを使っていこうと思います。i3 に 360mm 簡易水冷は豪華ね。i9 の力が発揮できるようにと考えたらやっぱり 360mm になるかなと思いまして。まあ確かに。それではゲームをやる前に前哨戦です。シネベンチ R23 なんですが、見てわかる通り左側が i3-1100F、右側が 1-2900K となります。いやこの差はひどすぎるでしょ。まあこれがコアとクロックの差ですね。ちなみに結果はこちら。i9 のマルチが 26,644 ポイント、シングルが 1,958 ポイント、i3 のマルチが 8,344 ポイント、シングルが 1,619 ポイントでした。てか i9 の最高温度100度って、PWM 制御にしてたんですが、ファンが全開になるよりも先に100度になっちゃったんですよね。まあファン 100% でも100度いっちゃってたんですけどね。でもまあ値段的には、8万円と 1.4 万円と値段は約5倍以上の差があるのに、マルチのスコアは 3.5 倍くらいしかないんですね。値段と性能は比例しないのよ。まあもちろんタコアになって、できることも多くなりますけどね。それでは本題のゲーム検証行ってみましょう。シュラララ。フォートナイト。先ほどと同様に右が i9、左が i3 となります。設定はフル HD の 3D 解像度と描写距離マックスでパフォーマンスモードでやりました。今高画質ですが、i9 の方が FPS は出ています。が、i3 でもフレームレートが300とか400とか出ており、今ゲーミングモニターの最高でもリフレッシュレートが 360Hz が最高なので、正直ここまで FPS が出てもモニターに映しきれないんですよね。地上に降りたところ i9 の方は800とかすごすぎる数字を出してますが、i3 も500オーバーで性能差は出てますが、グラボ次第では問題なく遊べそうですね。戦闘もしてみましたが、多少フレームレートが落ちるものの、プレイには問題ないって感じですね。i3 もなかなかやるわね。というかフォートナイトのパフォーマンスモードがすごすぎるって話もありますが。あ、ちなみに今のが最後の一人でした。ビクロイ。アーク。このチャンネルでは初めてかもしれませんが、アークというサバイバルゲームもやってみました。こちらのサバイバルゲームなんですが、重たくて有名なんですよね。で、今回はフル HD のグラフィック最高設定でやってみたんですが、i3 でも i9 でもどちらも100前後というフレームレートしか出てないんですよね。てかどっちかっていうと i3 の方がフレームレート出てない。私も編集してて気づいたんですが、
なぜか i3 の方がわずかにフレームレートが高いんですよね。なんでだろう。てか 3070Ti でも100とか120しかフレームレートでないって相当重いわね。突発的に140とか出る時はありますが、平均で見ると100前後っぽい感じですね。あとは恐竜、動物、の量によってもフレームレートは変わってくると思います。ということでアークはまさかの i3 の勝利でした。なんでだろ。では続いてのゲームもやってみましょう。シュラララ。モンスターハンター。久々にやってみましたモンスターハンター。設定はフル HD でグラフィック設定は高にしてみました。まずはマップをお散歩してみました。この時点ではフレームレートに差はありませんね。i9 と i3 で差がないの？今見てる限りではそこまで大きな差はない感じですね。マップの景色やモンスターの量に応じて変動はあると思いますが、2つの CPU それぞれ130前後ぐらいのフレームレートが出てる感じですね。まあでもそこまで大きな差はないって感じなのね。ですね。じゃあ今度は実際にモンスターと戦ってみましょう。リプレイ再生がないので全く同じシーンではないのでご了承ください。受けたクエストは全く同じものでリオレイや討伐に来ました。結構激しく動き回るモンスターなんですが、どちらもだいたい130から140ぐらいのフレームレートが出ていますね。アベレージだけで見たら i3 の方が高いんですけど、結局ゲームは CPU 性能も大事だけど、一番はやっぱりグラボって感じかしら。まあグラボの性能が一番なのはそうですが、あまり古い CPU だとそのグラボの性能も 100% 発揮できないこともあるので、そこら辺のバランスが難しいですよね。確かに。では続いてのゲームもやってみましょう。Apex Legends。私といえばやはりこれをやらないといけないかなと。ということで Apex をやってみました。設定はフル HD でグラフィック設定はデフォルトにしてみました。まずは射撃訓練場でのわちゃわちゃですね。訓練場と実際のフィールドではフレームレートが違うと思ってるのでいつもは訓練場やらないんですが、今回はなんとなく訓練場もやってみました。も。で、実際に射撃訓練場での状態ですが、ほとんど差がないですね。確かに。むしろ安定して200以上出てるわね。っていうかこれリプレイ再生じゃないわよね。はい、それぞれ CPU を交換していろいろやって撮影してます。シンクロしすぎじゃない？続いてはウルトもやってみます。ガンガン撃つわよ。爆弾の雨が降ってきた途端に200前後ぐらいまで落ちてきました。160ぐらいまでは落ちてきましたが、どちらの CPU も同じくらいのフレームレートが出てますね。では今度は実際に戦場に行ってみましょう。こちらもモンハン同様、リプレイがないので同じフィールドで戦闘に行ってみました。落ちる方向、向きによって多少フレームレートが変わりますが、ほとんど変わりないと言ってもいいんじゃないでしょうか。地上での戦闘の様子ですが、建物内と建物外で FPS が変わってきますが、どちらの CPU でも問題なくできていますね。確かに i3 の方は外だから FPS 上がりにくそうだけど、シーンによっては200ぐらい出てるし、全然問題なくできそうね。やった本人の感想としては、あんまり違いを感じなかった、と言っていました。i3 なかなかやるわね。シュララ。はい、ということで今回は、第12世代最上位 CPU、インテルコア i9-12900K と、先日発売されたインテルコア i3-12100F の、グラフィックボードを使ったゲーム検証動画でした。思いのほか i3 と i9 の遜色なかった気がするわね。そうですね、今回やってみてわかったことは、i3-12100F でゲームはできる、ということですかね。もちろん今回はゲームだけを検証したので、例えばゲームをしながら配信がしたいとか、通話をしながら雑談配信がしたい、とか、タコアが生きてくるようなことをする場合は、話が変わってくるかなとも思います。単純にゲームだけがしたい、って人にはグラボ次第で、全然ゲームができる CPU ってことね。ですです。ということで本日はここまで。インテルコア i3-12100F がすごいいい CPU だと思った人は、ぜひ評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。